前回のあらすじ。緑林協定狩りしてたらゼノンが進行しだしたけど粉砕してやった。そしてまた緑林協定狩りか。いやね、本場への勢力、セガリスから緑林協定狩りのミッション受けてな。12隻の緑林協定艦船を撃沈すると報酬もらえるし、警察ライセンスで追加報酬もらえるし、艦船も捕獲できるかもしれないしで、なんかもう楽しくなっちゃってな。ステーションと交易の管理だけだと動画にならないもんな。ゲーム時間の大半はマップ開いて各艦船に指示を出すだけなのよね。ある程度指示を出して、放置する余裕ができたら冒険に出る感じで。ミノタウロスレーダーを役立つ。ミノタウロスレーダーもだいぶ揃ったから、新しいステーションの建設を開始しようか。お、今回のミノタウロスは塗装が特別っぽいな。蛇柄？まあ、なんでもいいけど。で、そのミノタウロスを修理したら、すぐ近くでベヒーモスを発見。修理したてのミノタウロスで、ベヒーモス狩り。捕獲しないの？聖騎士団の領内だから、異常部隊を待っていられないのよ。今にも聖騎士団の大部隊が殺到しかねなくて、手柄を取られる前に撃沈しておかないと、損になる。貴重なベヒーモスが、大ゼノンで兵器生産資源を提供した結果、各勢力の警備軍も増強されて、緑林協定が各勢力によって撃破されつつある。その結果、船乗り猫協会が捕獲できる席数も減ってしまったわけだ。大ゼノンのつもりで供給した資源が、大緑林協定に使われて役立つできなくなってんのか。だからといって供給をしぐればゼノンに食い込まれるから困る。略奪以外の交易利益で地道に稼ぐしかないか。略奪に利益を依存する方がおかしいからな。お、なんか通知音がしたが。ベヒーモスからの略奪品でメッセージが追いついていない。受注ミッションで進めていたのはテランのミッションか。ステーション建設のミッションだな。そのステーションが完成して、テラン勢力にステーションを譲渡。ミッション完了したってところか。今の通信は聖騎士団だが。ベヒーモス撃沈の例だな。ああ、もうめちゃくちゃだよ。ステーション建設ミッション報酬で1845万。ベヒーモス撃沈で10万と警察ライセンスで追加の30万。何の報酬か知らんが90万。ともかく、約2000万稼いだってことだろ。それと名声がテラン保護符がプラス3で12、聖騎士団でプラス1で22。テランの名声が10を超えたから、ランクを受け取れば火星に移動できるな。しかし、ゼノンの猛攻は聖騎士団方面でも。駆逐艦が数隻で進行するなら危険だが、単独であれば護衛機がいても各勢力で対処できるだろう。アンティゴネは辺境の地に進軍してゼノンの反撃を受けているぞ。さすがにこれは無茶した気がするが、テランのランクを受け取る前に火星しておくか。エンジン壊しいの。モジュール壊しいの。友軍はほぼ壊滅。テランの戦艦が残ってる。足止めは任せよう。と思ってたら、残存部隊がハチモスをつついて大変なことに。ゼノンステーションの防衛ドローン大放出。迂闊に接近するからだバカめ。どうするんだよ、戦艦も危ないんじゃないのか。こうなると我々ではどうすることもできん。戦場を離脱する。容赦なく見捨てるな。まあ、時間稼ぎにレーダータワーを置いていってやろう。戦艦の戦闘力があれば防衛ドローンなどものの数ではないだろうが、制裁として支援しておかんとな。レーダータワー設置完了。敵軍と味方戦艦の間に無人砲台の防衛線を展開。嫌いでもよくね。両方あればよかったんだが、嫌いで数を減らし、レーザータワーで兵頭を移して戦艦の火力で葬る感じで。まあ、ないものはしょうがない。で、俺たちは？まっすぐ離脱。進路をジャンプゲートに。加勢しないのか？無駄死にするだけだ。あの量の防衛ドローンなら戦艦のシールドと火力で殲滅できる。レーザータワーは何だったんだ？まあ、時間稼ぎと制裁だな。身を挺してまで防衛に参加する義理はない。ゼノンの防衛ドローン、撤収開始。ハチノスを突っついた戦闘機が撃墜されたからか。まあ、あとは頑張ってねと。ドライだな。アサヒ。スーパードライネタはいらんぞ。で、俺たちは次のゼノン駆逐艦の討伐に行ったわけだが。よりにもよって、アルゴンプライム。前回も緑林協定と戦った、船乗り猫協会の精錬金属工場がある中域。アルゴンの大部隊が迎え撃つ。大部隊すぎてな。あ、ちなみに、現在乗っているのはセガリスから購入した刀9コルベット。速度性能はいいんだけど、値段が相応に高すぎてコスパが悪い。火力も射程が微妙。
実況一環で、イベントミッションの移動用にはできないかもしれないな。機動性が高いから、今後のプレイヤーとして使っていこう。ネメシスは緑林強制警戒の無理に当たってもらおう。ほう。おい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 、何してんだこの輸送船。ゼノン中域に輸送船が突入。勝手に襲われて撃沈寸前。誰だこんな指示を出したのは。お前じゃねえの。俺がそんな指示を出すわけないだろうが。そんな指示。うまいこと言ったつもりかお前。ああ、沈んじゃうぞ。自動攻撃でこんなところに送り込まれたのか。こいつはもう助からんな。撃沈。障害満載で撃沈されおった。この指示を出したステーションの責任者を呼び出せ。ウェゴラスやホンホニャララ。本部ステーションの管理人だな。なるほど、重要なポストに置かれて勘違いして増長したか愚か者め。お前は左遷だ。壁地に建設した衣料品工場の管理者に任命する。船乗り猫協会最初のステーション管理人が地方店舗の店長レベルに格下げ。本部ステーションの公認の管理者はガス採掘船長のミラさんに頼む。8話で購入したガス採掘船の船長だな。古参ゆえに管理と士気が高めだったからな。しかし、本部ステーションを任せるほどのスキルレベルか。あ、本部ステーションは初等教育ステーションだから。なんだそれ。人材育成を視野に入れたステーション設計してんのよ。管理スキルのレベルが高いと、遠いセクターまで採掘船を出せるんだよね。逆に、スキルレベルが低いと近場にしか行かない。で、本部ステーションの生産品は現地で消費できるから。本部ステーションは管理者レベルが低くても機能する。初等教育のステーションは地産地消。スキルレベルが上がれば遠方に売り出すステーションに移動させることで、ステーションの売り上げを維持して人材育成するってわけよ。今回の移動は左遷じゃないのか。医療品は全勢力に売れるから。レベルの上がったウェゴラホニャララ君にはそっちを任せたってだけ。医療品工場はアルゴン式を購入したので、氷から水を作り、自ら小麦と香辛料を作って、医療品に加工させている。それを全勢力に向けて販売している。医療品が再起きしんだなんてオチじゃないだろうな。健全な医療品だっての。人道支援任務で医療品不足の実態を確認できたから、自前で作れば利益倍増で売りまくれる。で、大口小口の需要が分散していて、小口輸送に中型輸送船はオーバースペックだから、小口配送に適任の艦艇を中心に編成した。オールミノタウロスレイダー。略奪船で薬屋さんって、葉っぱとか白い粉としか。お前さ、その発言は船乗り猫協会のイメージダウンにしかならないんだぞ。おっと。大口輸送用の輸送船が配備されるまでの1時間で72万の販売実績。略奪船も、正しく使えば世のため人のためってな。そうまでして船を略奪する執念が逆にすごいと思うぞ。自衛した結果の戦利品だぞ。でんでんで。テランのランクを受け取っておかんとね。ことづて同盟と財務省の名声も10になってたから、そっちのランクも受け取っておこう。八方美人作戦。テランとの有効度が上がったおかげで、大ゼノンのミッションも受けられるみたいだな。焼きのシナリオな。それとは別にテラン対ゼノンのシナリオもあるんだが、同時にシナリオを開始してしまって、同一のキーパーソンがどっちのシナリオの会話をしているかわからなくなってしまった。失敗したな。まあ、無理にシナリオ追っかけなくてもいいかなって。それよりも、次の緑林協定の獲物だ。最初にベヒーモスヴァンガードを奪い、ベヒーモスヴァンガードでベヒーモスセンチネルを奪い、ベヒーモスセンチネルでフェニックスを狙ってる。略奪の連鎖。異常作戦開始。今回は緊急展開だったための弾戦闘機に乗っている。制圧完了。略奪。フェニックスゲットだぜ。こいつは売るのか。いや、運用しておこうかな。最近はゼノンの攻勢が活発化しているから、少しでも戦力が欲しいところだし、ベヒーモスとフェニックスを各地に展開して、さらに緑林協定から大型艦を打破していきたい。そして欲を変えた結果、緑林協定のミノタウロスに目の前で輸送船を撃沈される。これはあれかい、全面戦争ってことでいいのかい。そや、あんだけ大型艦を奪ってや、とっくに全面戦争だろうよ。緑林協定対策をより強固にせねばならんか。実戦的な対緑林協定部隊の編成をしていくことにしよう。緑林協定を滅ぼすのか。いや、大型艦は略奪したいから適度に弱体化させる。ほう。とりあえず、フェニックスをゲットしたところで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオ。This is Sector Security. Comes channel open. Reporting an attack against this station. Negative. ネガティブ。勢いで笑っちゃうんだよな。ネガティブじゃなくて、ネガティブでざまってなる。